戦闘開始。そこがてめえの墓穴だ。勝負あり。まあ、こんなもんだろう。戦闘開始。そこがてめえの墓穴だ。勝負あり。やっと終わったか。これでのんびりできるぜ。戦闘開始。影寄せの術。最初から俺の手の内にいたんだよ。あんたは。そこがてめえの墓穴だ。勝負あり。俺の狙い通りに動いてくれて助かったぜ。
戦闘開始。くれ。乱心の技術。弱いな、君。もう少し頭を使いなよ。戦闘開始。ちゃんと遅いぞ。むっちゃ早いぞ。くそら。怖いかい？この僕が。さて。勝負あり。おっと、やりすぎて壊れてしまったかな。戦闘開始。怖いかい？この僕が。さて。勝負あり。君の体は有効活用させてもらうよ。
これは英雄の物語。悪しき獣に襲われし、木の葉を救った英雄の。命をかけて戦った。気高く燃える意志を抱いた者の。俺に気づいたか。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。知ることのない真実の物語。序章、九尾襲来。こっちの攻撃がすり抜けた。なんだあの術は。やつは一体里も気になる。だが一瞬でよくもここまで。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるという。すでに希望などお前らにはない。戦闘開始。キュービを操る。
そしてこの場に、それに当てはまる人物は俺の知るか一人しかいない。あなたがウチハマダラだというのか。どうだ、里の様子が気になるようだな。しかしだからといってこの俺から目を離すことはできない。葛藤だな、四代目火影。里のことは三代目と里のみんなを信じるしかない。今はこいつを仕留めることに集中しなければ。
これでキュービはお前のものではなくなった。この戦いは絶対に負けられない。戦闘開始。どうやら読みだ。適図をくれ、キュービを引き離すとはな。だがキュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑るもの。あの感じ、嘘で言っているんじゃないけど、今外へは追いやった。次々に仕掛けるのじゃ。また俺をやる気か。わかってる。
キュービごと飛んだのか。あっちか。迫る脅威にただの一度も臆することなく。大丈夫かい。大切なものを守るため最後まで戦った。ここまではなんとかできたけど、俺のチャクラはもう。守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り俺は。これは英雄の物語。最後まで諦めない。私の愛する英雄の物語。英雄、道警を背負い希望をもたらす。いかに死地を歩もうとも、いかに苦境に立とうとも、燃ゆる意志はなおも高ぶり、信ずる者がために核も戦う。そのもの英雄。日々が経ち過去が未来に転じるとも、その名は微塵も朽ちることなく新しき時代に轍を残し、混迷の世に今一度名は継がれる。そのもの英雄。歴史に刻まれし新風。その名は。ラーメンラーメン、しかもかかし先生のおごり、嬉しいってばよ。まあお前もさくらも復興作業に頑張ってるからな。たまに部下をねぎらうってのも上司の役目でしょ。サイも来られたらよかったのにね。用事があるんじゃ仕方ないさ。次の機会だな。大丈夫だって、サイの分まで俺が食べてやっからさ。いや、もう何が大丈夫なのよ。とにかく楽しみだってばよ。しかしその様子を見てると、この葉を救った英雄とはとても思えないな。げ、かかし先生もそれ言うのかよ。この頃どこ行ってもそれ言われてさ、こそばい食って仕方ねえんだけど。まあ、お前が里を救ったのは事実だろ。人ってのは何かとヒーロー役を立てたがるもんなのよ。て、そんなことどうでもいっか。今は1分1秒でも早く一楽に到着する方が大切だってばよ。
かな。待っててね、ラーメンちゃん。ほんと、どんだけよあんたのラーメン好きは。よ、
今日は何杯食べよっかな。いた。おい、やっと見つけたぜ。キバ、どうしたの？いいか、落ち着いて聞けよ。綱出様がほかげを解任された。ね、六代目は団蔵って人に決まったみてえだ。俺はよく知らねえけど、裏の人間らしい。団蔵だと？団蔵って確か、サイの上司で。うん、そして以前オロチマルとの結託を企んでたやつ。驚くのはそれだけじゃねえ。その六代目は抜け人としてサスケを始末する許可を出しやがった。え、どういうことだってばよ。これはまだ噂レベルで聞いただけだけどよ、サスケのやつは暁の一員として雲隠れの忍びに手を出しちまったらしい。サスケが暁？なんで、なんでそんなことになっちまってんだよ。知らねえよ、俺だって混乱してんだ。雲隠れの忍びをやったとなると大影が黙っていない。そもそもサスケは抜け人だ。普通抜け人は抹殺するのがセオリー。今までは綱出様だったからこそ穏便に計らってくれただけだ。私、団蔵に会ってくる。俺も一緒に行くってばよ。待て、いきなり怒鳴り込んでも何の解決にもならないよ。でもこのままじゃサスケは。だから待てって言ってんでしょう。今はとにかく冷静に行動するんだ。団蔵はお前たちが特になると、お前が怒りに任せた行動に出ると踏んでいる。そのまま怒鳴り込めば、それこそ団蔵の思うツボだ。奴に拘束されて身動きが取れなくなるぞ。じゃあ一体どうすれば。いいから冷静になれ。まずは情報の詳細を確認するんだ。行動はそれからでも遅くはない。今は耐えろ、落ち着け。いいな。わかりました。しかし、ついに動き始めたか、団蔵。団蔵様、準備が整いました。ん？ついにわしの時代が来た。長き時を闇に過ごし、ようやく訪れた好機、サルトビ。お前とは異なる方法で、わしはわしの思う忍びの世を確立してみせる。これより開かれる五影会談、失敗は許されん。その旨、肝に銘じておけ。ふう、取るね。はは。行くぞ。第一章、五影会談。
いいから冷静になれ。カカシ先生はああ言ってたけど、けどやっぱり俺は。よし。なぜなら、おう、また どこに行くんだい？ヤマト大将。団蔵の元に向かおうとしてたね。行かせないよ。君を見張っているよう、カカシ先輩からことづかっているからね。俺は団蔵に会って確かめなきゃいけないことがあるんだ。わがままを言わない。先輩に言われたんだろ、冷静になれって。それでも俺はじっとしてられねえんだ。押し通る機会、ヤマト隊長が譲ってくれないならな。仕方ない。そっちがその気なら、少し強引に拘束させてもらうよ。
戦闘開始。ヤマト隊長、俺の邪魔をしないでくれ。ここまで暴れてくれる。ヤマト隊長がどいてくれないからだろう。とはいえちょっとしんどいね。団長と話をするだけだ。なんでそれを止めるんだよ。それだけじゃ終わらないからだよ。どんなに厚い壁も俺の真術でぶっ飛ばす。勝負あり。悪いな、ヤマト隊長。俺は団蔵に会いに行くってばよ。上司相手に本気で攻撃してくるかい？普通だってヤマト隊長が。ああ、やっぱりこうなったか。かかし先生、どうにかしてくださいよ。全然言うこと聞かないんですよ。ことサスケについてお前が踏みとどまるわけないと分かってはいたが、まったく。このままじゃサスケはやられちまう。だから俺は。とは言ってもな、団蔵はもう木の葉にいない。五影階段参加のために鉄の国へ向かったからな。五影階段。世界は暁の存在を野放しにできなくなってきた。美獣の力を手に入れた奴らは今や大国をも脅かす存在になっている。だから今回各里の五影が集って暁の対応策を協議し合うことになったんだよ。ことの発端は雲隠れでの一件だ。雲隠れってさっき牙が言ってた。ああ、俺の方でも調べてみたが、サスケが雲の人中力に手をかけたことは事実らしい。そしてそれが雷影の怒りに触れ会議の引き金となった。やっぱりサスケは暁にやがんのか。ここまで大事になってしまっては今の君にできることなんて。だったら俺は雷影に会いに行く。そんでサスケのことを許してもらえるよう説得する。おいおい、急に何を言い出すんだ君は。五影が集おうとしている今、どの里も過激な任務や行動は自粛するのが決まりだよ。暁を操ってんのは面をした男だって四代目が教えてくれた。ペインと戦ってキュービの力が暴走した時、俺の中で四代目と会ったんだ。その時に面の男が黒幕だって言ってた。16年前のキュービ事件もそいつがやったって。とんでもなく強くて四代目も手が出せなかったって。前の戦いでナルトがキュービ化したことは聞いていた。どうやってそれを沈めたのか気にはなっていたが、やはり四代目港先生が絡んでいた。先生がナルトを救ってくれたんですね。面の男は暁を操ってる。サスケも同じだ。あいつは面の男に利用されてるだけなんだ。だから俺は雷影に会って本当のことを伝えたいんだってばよ。先輩、以前ジライア様から聞いたことがある。16年前の事件の黒幕、その可能性の話を。正直聞いた当時は半信半疑だったが、実際に黒幕と戦った四代目の話に嘘はないだろう。キュービを操る力、そして木の葉に対する憎悪、それらが該当する人物、それは内葉マダラしかいない。マダラですか。確かに彼の名を聞くと何があっても不思議じゃないと思ってしまいますね。これは好き嫌いを抜きにして五影階段に向かった団蔵に知らせておく必要があるな。
わかりました。僕の方から連絡を入れておきます。加賀先生、俺はナルト、四代目はお前に何て言った？父親ってのは息子にいろいろ言いたがるもんだろう。俺を信じてるって言ってくれた。よし、お前は雷影のところへ行け。まあ、俺とヤマトはナルトの付き添いね。なんでそうなるんですか。ナルト、四代目が信じた道をお前はまっすぐに進め。俺はその補佐をやってやるよ。思いの丈を雷影にぶつけてみろ。おっ、寒い寒い。早く戻ってこないかな。うるせえよ水月、黙ってじっとしてろ。カリン、そういう君だってさっきから世話しないよね。これはあれだ、暇だから運動してるだけだ。運動って。しかし遅いね、あいつ。まさか僕たちを置いて帰っちゃったんじゃないだろうね。それはないだろう。ここで俺たちを置いていく利点が奴にあると思えない。っていうか、姿形があれだけ怪しいのも珍しいよね。馬鹿正直についてきてよかったのかな。ねえ、サスケ。五影階段。ああ。五影が一堂に集う会合が鉄の国で開かれる。で、その情報が俺にとって何の得になる。団蔵、その参加者のうちの一人がお前の兄イタチを陥れた首謀者の一人。もっとも今では六代目火影を名乗っているらしいが。団蔵。サスケ、鉄の国に向かうというのなら案内役をくれてやろう。絶。何？サスケを五影階段の場まで案内してやれ。了解。戻ってきたようだ。ああ、ごめんごめん。ちょっと遅れたかな。ちょっとじゃねえよ。おかげで凍え死ぬところだっただろうが、バカ野郎。あ、やっぱり寒かったんだ。ほん？それで、どうだった？さすが五影階段の会場だね。なかなかの警備だったよ。え？それじゃあ会場に侵入するなんて無理なんじゃないの？いや、どんなに強固な壁も必ず穴はあるものさ。ついてきな。裏口まで案内するからさ。行くぞ。さすがに鉄の国は寒いですね。ここに雷影がいるんだな。ああ、ここまで来ればもうすぐだ。行くぞ。おし。だるい。ああ。出てこい。そこにいるのは分かっている。こいつら、木の葉の。それにあの覆面、あいつ畑かかしっすよ、ボス。分かっとる。お前たち、これから五影階段があると知っての行動か？
それを承知の上で今日はお願いがあってきました。願いだと？サスケを、内川サスケを始末するのをやめてもらいてんだ。何を、君は。むちゃくちゃ言ってんのは分かってる。でも俺はそう言うしかねえから。サスケは友達だ。友達が殺されるってのにじっとなんかしてらんねえよ。それにサスケが元で木の葉とクモが殺し合うのは嫌だから、そっちの仲間にも復讐はさせたくねえんだ。お願いだってばよ。もう復讐で殺し合うようなことはしたくねえんだ。何を願うかと思えば、なぜわしがサスケの始末をやめねばならん。奴はこの世界にとってゴミのようなものだぞ。奴の行いが雲隠れに混乱を与えた。それは今世界に飛び火しようとしている。サスケの存在は忍びという範疇から抜けた悪そのもの。悪をこの世にのさばらすわけにはいかん。わしたちは世界にとって不要なものを排除しようとしているだけだ。貴様に止める権利などない。サスケはゴミじゃねえ。ナルト、不要なもんでもねえし悪でもねえ。あいつは俺にとって大切な存在だ。あれを大切な存在だとは、お前も随分と愚かな奴だ。俺のことはどう言ってもいいけど、サスケの悪口は言うんじゃねえ。この世の断りを知らんガキが何を言っても無駄だ。この世にとって不要な存在であり、世をかき乱す悪、それがうちがサスケ。雷影様、手を出すな。あれごとき運動にもならん。ナルト、落ち着け。許さねえ。戦闘開始。雷影を前に投資を見せた。これ式の力でわしに拳を向けたのか。やはり運動にもならん。さすがは雷影、完全に手を抜いてやれか。拳を振り回せば全てが思い通りになると思ったか。その行動こそただのアホそのもの。世の断りを知らぬただのガキの考えに過ぎん。今の己が何をすべきかもっと考えろ。バカのままやり通せるほど忍びの世界は甘くない。そこまでだ。雷影様、数々のご無礼申し訳ございません。これは上司である俺の責任、どのような処罰も受ける所存です。わし相手におじけづかなかった。その息の良さに免じて今回だけは目をつぶってやる。雷影様の寛大な処置だ。甘んじて受けるがいい。お心遣い感謝します。くっそ。どうした？いや、さっきのやつあれからどうすんのかと思ってな。だるい。今はこれからの階段について考える方が賢明だぞ。
何かあっては問題なんだからな。ああ、そりゃ分かってっけどさ。先輩、これからどうします？そうだな、嘆願も通らず、これからのことも決まらないならば、俺の話でも聞いてみてはどうだ。てめえは、暁、こうして会うのは初めてだったかな。その仮面は、暁を操ってんの、面をした男だって四代目が教えてくれた。お前が暁を操る黒幕、あの内葉マダラだというのか。ほう、そこまで知っているとは、これは少々驚いたぞ。四代目が教えてくれたんだ。一番悪いのはお前だってな。四代目波風湊か。マダラ、あなたは遥か昔、初代火影によって倒されたはず。それはお前たちの勝手な思い込みだ。現に俺は生き延び、今ここにいる。そんな、そのマダラがナルトに一体何の用だ。お前一人で九尾を取れるとでも思っているのか。今の俺にその気はないよ。ただ渦巻ナルトと話をしに来ただけだ。話だと？ペイン・ナガトを裏切らせたものは何なのか。ナルト、お前に興味ができた。そんなことはどうだっていい。それよりもサスケのことを教えろ。あいつは今暁にいるんだろ。サスケね、確かにあいつは今暁が預かり、そして思うがまま動いてもらっている。お前がサスケを騙しやがったのか。さてな。てめえ。来るか、ちょうどいい。ペインを倒した力を確認するいい機会だ。さあ、俺に示せ、木の葉の英雄の実力を。戦闘開始。英雄の渦巻きなるか。俺がぶっ飛ぶ。やつの実力は無数なのか。弾は禁物だぞ。ああ、もちろん分かってた。よっ。なるほど、思った以上の実力を持っているようだな。手加減してるのか。ヤド、このまま追い込むぞ。ナルトの援護に回る。救援に進む。いい調子だよ、ナルト。壁も俺の真術でぶっ飛ばす。勝負あり。こいつ、まるで本気を出しちゃいねえ。お前の力、確かに侮れんな。サスケを返せ。お前がいくらサスケのことを吠えたとしても、奴はもう木の葉に戻ることはない。なんだと。サスケは真実を知った。真実を知った今、奴は光に目を向けはしない。こいつ、何を。そうだな、サスケのことを語るには、まずお前たちにイタチの真実を教えねばならない。イタチの真実だと。聞くがいい。木の葉にとって憎悪の対象でありながら、誰よりも木の葉を、そして弟を愛した男、内葉イタチの真実を。Thank you.
雷影殿の呼びかけにより今ここに五影が集った。この場を預かる御船と申す。これより五影会談を始める。時間が惜しい。まずはわしがお前らを召集した理由を話す。うん、わしがお前らを召集した理由、それはいい加減お前らの真偽を問うためだ。またいきなりじゃぜ、雷影。真偽とは大げさなもの言いじゃな。しらじらしいこと言うな、土影。お前が一番怪しいんだぞ。なんじゃと。木の葉、岩、砂、霧、お前らの里の抜け人で構成されとるのが暁だ。しかもお前らの中には暁を利用してきた者がおることも調べがついておる。ふん。利用？利用とはどういうことだ。風影のくせに何も知らされてないのか。お前らはかつて暁を利用してきたのだぞ。今や大国は一様に安定してきた。軍拡から軍縮へと移行しとる。じゃがそれには当然リスクがつきまとう。突然戦争になったら誰が戦う。そのリスクを回避する一つの方法が戦闘傭兵集団暁だったということか。奴らは安い金で戦争を請け負い、その上最高の結果をもたらしてくれたもんじゃぜ。開き直るな、土影。どうなされた、水影ども。ここまで来たので正直に言います。実は先代の四代目水影は何者かに操られていたのではないかという疑いがありました。それが暁の可能性もあった。だから霧隠れとしてはそれを公にするわけにはいかず。やはりお前のところもか。全くどいつもこいつも。立場のことで言い争う前に一つ、この場にいる皆に伝えたいことがある。なんだ。暁のリーダーはおそらく内葉マダラだ。何？わしにもまだよくわからぬが、確かな情報だ。奴は死んだとばかり思っておったが、まさか本物の化け物だったとはの。中立国の立場から言わせていただこう。こうして五影が全員揃うことも滅多にあることではない。どうであろう、暁を処理するまでの間、世界初の五大隠れ座と忍び連合軍を作ってみては。連合軍だと。良い案だ。今は非常事態に等しい。協力こそが必要だ。わしも別に構わんぜ。だが問題は連合軍の権限を誰に託すかじゃが。あなた方だけでは揉め事になる。それゆえ拙者から提案させていただこう。人中力が木の葉の九尾だけとなった今、それをどう導くかが鍵となる。そしてそれぞれの性格、年齢、諸国への顔の聞き方を含めて判断した結果、拙者としては木陰に忍び連合軍の体験を任せてはいかがかと。なんだと。嘘だ。そんなのデタラメだ。そんな、まさか。嘘ではない。これこそ内杯たちの真実。奴はサスケのため、木の葉のために死んだ。どういうことだ。それがもし真実だとして、それを知ったサスケはなぜ木の葉に戻ってこない。サスケの死としてサスケの本心を分かっているつもりだろうが、とんだお門違いだ。本物だ。本物の復讐者だよ、彼は。なんでだってばよ。なんであいつが。どうしてこんなことになっちまう。どうして復讐に向かっちまう。仕方ないのさ。それが血塗られた内葉の憎しみの運命。遥か昔、忍びの祖陸道仙人の時代から続く憎しみの呪いなのだからな。
憎しみ、呪いだと。かつて陸道仙人には二人の子供がいた。共に修行し共に成長した二人だったが、彼らの平和に対する思想は二つに分かれた。兄は平和には力が必要だと悟り、弟は平和には愛が必要だと悟った。そして陸道仙人の後継者を選ぶ際、仙人は愛を求めた弟を指名したのだ。この決定に怒った兄は弟を憎み、争いを仕掛けた。時が経ち、血が薄れても二人の子孫は争い続けた。兄の子孫は後に内派と呼ばれ、弟の子孫は後に千住と呼ばれるようになる。千住、つまりは初代火影の一族か。そうだ。俺は初代火影である千住柱間と幾度も幾度も拳を合わせた渦巻きナルト。お前の中にはあの千住の火の意志が宿っているのがわかる。千住と内葉、火の意志と憎しみ、ナルトとサスケ、お前たち二人は運命に選ばれた次の二人になるだろう。サスケは内葉の憎しみをすべて背負い、その憎しみの呪いを世界へぶつけるつもりだ。最も強い武器であり、友であり、力である憎しみ、それがサスケの人道なのだ。お前はいずれサスケと戦うことになるだろう。いや、俺がお前にサスケをぶつける。長きにわたる因縁の戦い、内葉の存在をサスケに証明させるためにな。サスケはお前のおもちゃじゃねえ。勝手なこと言ってんな。くだらないその証明が目的なら、なぜ美獣を集める。お前の目的は一体何だ。何が望みなんだ。そうだな、強いて言うなら完全体になることか。どういうことだ。お前らに話してもあまり意味がない。もっと効果的な場で話す。お前らとの会話楽しかったよ。じゃあな。先輩、なぜだ。なぜこいつに忍び連合の体験を任す。こいつは忍びの闇の代名詞がつく男だぞ。これは中立の立場から冷静な判断で提案しているだけでござる。私でよければその任を受け負うつもりだ。ふざけるな。そのようなこと誰が。ちょっと待っていただきたい。おかげ殿、その包帯の下の右目を見せていただけませんか。ホカゲ様の包帯の下とはどういうことなのです。どうにもこれまでの流れが釈然とせず、勝手ながらホカゲ殿に対し私の白眼を使わせてもらいました。するとそこに見えたのは、遥か昔戦ったことのある内葉止水の車輪眼。止水の道術はあたかも己の意志であるかのように疑似体験させる術だった。おかげ、お前まさか御船を術にかけことが有利に運ぶよう仕向けたのか。他の方々を騙すことはできても私の白眼はごまかせませんよ、おかげ殿。貴様次から次へと。なんだ、内葉サスケが侵入してるよ。さてどこに隠れているんでしょうか。
みんなでサスケを探してみよう。なんだと？サスケ？なぜあいつが？それじゃゲーム開始。誰が一番最初に会えるかな。飛んで火にいる夏の虫とはまさにこのこと。ガルイ C はっ B の敵を取る。行くぞ。この階段も面白くなりそうじゃぜ。青殿、火影の動術がまだ継続中か確認していただきたい。いや、今は経絡系のチャクラの流れも穏やかだ。術は解けている。火影殿、信用を欠いてしまったな。こんな手を使わずともあなたに決めたやもしれぬのに。やもしれぬでは困るのだ。わしは忍びの世界を守るためにどんな手でも使うつもりだ。話し合いでこの世界が一つになることはない。時間をかけて道徳的にやっていては何も変わらん。理想を実現するには時間がかかるもんじゃぜ。よかれと思っても結果不信を生み、わだかまりを生み、憎しみを生む。団蔵、今はお前の言ってることすら信用できん。信用があろうとなかろうと結果は必要だ。それが世界、それが人間だとするなら未来はないな。分かち合うこと、信じること、それをやめたら世界に残るのは恐怖だけだ。道徳を考慮しないやり方や諦めは今の俺にとって受け入れがたいものになった。難しいことを簡単に言うな。里を治めることをまだ何も知らぬガキが。今のうちに聞きたいことがあったら何でも質問しろ。先輩として何でも答えよう。なあ団蔵。だとなら一つだけ問う。おお、何でも答えてやるぞ若造。あんたたちはいつ己を捨てた。ん？さてガラ、俺たちはどうする。前の奪回任務では木の葉に協力したが、今は暁に成り下がった輩だぞ。うちやサスケか。階段上に侵入したはいいが、あいつまた様子を見てくるって出てったきり戻ってこねえぞ。ええ、今度こそ僕らを置いて帰っちゃったんじゃない。こちらにはいないぞ、奥を探せ。うちはサスケを絶対に逃がすな。おい、おいよ。あれ、なんかバレちゃってるみたいだね。今度も外れたな、水月。あいつはただ置いて帰ったわけじゃないようだ。こっちの方が立ち悪いけどね。あの野郎、うちらを裏切りやがったな。行くぞ。おい、サスケ。目標はあくまで断層、その邪魔をするなら切り伏せるだけだ。どうしたカリ。なんだね今の感覚。体の底から震え。サスケ、このバカでかいチャクラは来るぞ。派手な登場だね、まったく。おと、憤怒の恐怖を教えてやる。お、なんかすごい怒ってるんだけど。こいつらは雲隠れの常人、真ん中のでかいのは雷影だ。簡単には通してもらえない。
そういえばカリンは？さっきの衝撃を利用してうまく隠れたようだ。逃げ足だけは早いよね。まあいいけど、そうしてもらった方が思いっきり暴れられるし。我が弟ビーの敵、この雷影自らが取ってくれる。戦闘開始。雷影様を相手にここまで。ウチハのやつ、思いのほかやる。だがその程度じゃうちのボスはやれねえよ。ねえ、あの余裕ってあれだけあって実は聞いてないってオチ。さすがは雷影といったところか。ふん、遊びはここまでだ。そろそろケリをつけてくれる。砂漠のガーラか。なぜ邪魔をする。風影、返答次第では許さんぞ。ウチハサスケには俺個人として話がある。サスケ、お前の目は昔のままだな。復讐を生きる糧としても何も解決はしないことを俺は体験してきた。お前ならまだ間に合う。憎しみに取りつかれ、一人の世界に逃げ込むな。帰って来られなくなるぞ。で、俺が帰ったとして、そっちには何がある。ガラ、やめとけ。説得できるならナルトは失敗してねえじゃんよ。そもそも五影階段を襲撃した時点で国際手配される。どの道、こいつに未来はない。サスケ、お前は俺と似ている。この世の闇を歩いてきた者だからこそ、小さな光明ですら目に届くはずだ。俺はとっくに目を閉じた。俺の目的は闇の中にしかない。地上を挟むな。お前は風影だぞ。ああ、分かっている。砂漠のガーラ、
お前の憎しみは俺に遠く及ばない。俺の怒りは、俺の絶望はお前以上だ。雷影をなめるな。俺の闇を見せてやろう。断蔵の居場所は突き止めたのか。え？断蔵の居場所は分かったのかと聞いている。そりゃ突き止めたけど。案内しろ。水月と十五はどうするんだ。あいつらのチャクラはまだ。放っておけ。それよりも断蔵だ。サスケ、グズグズするな。早く案内しろ。あっちだ。おい、一人じゃ無茶だ。断蔵は必ず俺が。